エリック・ピーテルスは、オランダ・ヘルダーラント・シュー・ティール出身のサッカー選手。ポジションはディフェンダー。2007から08シーズン、当時 FC ・ユトレヒトのコーチであった、ビレム・ファン・ハネヘムに見出され、スターティングメンバーに名を連ねるようになる。このシーズンは、FC ・ユトレヒトにとっては不本意なシーズンに終わったが、ピーテルス本人にとっては充実したシーズンであった。 その理由の一つが UE、UEFAU-21 欧州選手権2007に出場する、オランダ U-21 代表のメンバーとして、優勝に貢献したことである。当初は、ロイストン・ドレンテの控えだったが、ドレンテがポジションを前に移したことで、スタメン出場できるようになった。2008年7月9日、PSV、アイントホーフェンに移籍。 遺跡金は250万ユーロで2012年までの複数年契約を締結している。2010から11シーズンまではレギュラーとして活躍したが2011から12シーズン以降は怪我に悩まされ右足の中足骨を二度骨折しその間にイエトロ・ウィレムスにポジションを奪われた。2013年1月18日に行われた PEC ズボレ戦では、相手選手に、後方からタックルを食らわせ、退場の処分を受けた。その際、怒りを抑えきれず、扉を激しく蹴飛ばし、窓ガラスを殴って、拳に列傷を負った。その後、ランダサッカー協会からは、4試合の、出場停止処分が下された。2013年6月、ストークシティ FC へ移籍金360万ユーロで、移籍。 4年契約を結んだ。ストークでは、左サイドバックの欠かせない存在として、初シーズンは39試合に出場。2015から16シーズンは、プレミアリーグで最も多くのタックル数を記録していた。2016から17シーズンは38試合に出場するも、低調なパフォーマンスを、サポーターやアシスタントコーチのマークボーエンに非難された。 2017から18シーズンは32試合に出場するも、3月には外出禁止令を破り、ナイトパーティーに参加したことで、監督のポール・ランバートから7万ポンドの罰金を課された。2019年1月、アミアン SC へシーズン終了までのレンタル移籍2019年7月、バーンリー FC と2年契約を締結した。 オランダ代表として UEFAU-21 欧州選手権2007に出場し優勝に貢献した。また北京オリンピックにも出場した。UEFAU ロ2012予選で5試合に出場。2011年6月に行われたブラジル代表の親善試合ではゴール前で素晴らしいカバーリングを見せた。左サイドバックでの攻撃参加に長けており、 またセンターバックでのプレーも可能。しかし自身のポジションはやはり左サイドだと述べている。ありがとうございます。